一般に日本の神道は矢をよろずの神を拝む多神教と言われている。神道は今は確かに多神教だ。しかし古代においてはそうではなかった。古事記、日本書紀が書かれる8世紀より前の神道は一神教だったのである。これを示すものが京都府宮津市のこの神社という古式ゆかしい神社にある。これは元の伊勢神宮、すなわち元伊勢とされる神社である。この神社には日本最古の系図として国宝に指定された天部氏貫中系図がある。そこにこう記されている。豊受けの狼の股の名は雨の皆かの氏、国の常たちで、その権限の神を宇賀の御霊、稲荷の狼という。雨の皆かの氏は宇宙根源の大元つ御霊の神である。豊受けの狼とは伊勢神宮の外宮で祀られている神である。雨の皆かの氏は古事記において一番最初に現れ出たとされる神だ。古事記で雨の皆かの氏と呼ばれた神は、日本書紀では国の常たちと呼ばれている。一方、宇賀の御霊とは稲荷神社の神の正式名である。日本最古の系図にはこれらの神は名前は違うが実は同じ神なのだと書いてあるわけである。こうしたことから、この神社の先代宮司天部義貞氏は、紀記、古事記と日本書紀が編纂される以前、日本には原初の最高神大元つ御霊の神を崇拝する一神教が存在したと、その著書に述べている。日本の過去の神道に、相当古い時代から大元つ神、大元つ御霊の神という軸が用いられている。この大元つ神、大元つ御霊の神は、一面、一神教の神に該当せられる、ご神格を有せられる。現代的軸では、これを最高神とも呼んでいる。また、和道養老年中、危機先進に至るまでの上古に、すでに原初の神、すなわち大元つ御霊の神の信仰があり、その皆は雨の皆かの氏の神、雨の常たちの御事、うまし足かび彦地の御事、国の常たちの御事、豊受けの狼、天照狼など、様々に申し上げていた、と書いている。つまり原初の神を崇拝する一神教が存在したということである。ここに挙げられた様々な神の名は同じ最高神の別名であって、実はお一人の神だという。この最高神は古書では大元つ神、大元つ御霊の神とも呼ばれ、もともと一神教の神であった。現代的な神道理解からすれば、それは多神教における最高神に対する信仰だったと理解されるが、元来はむしろ一神教の神への信仰だったのである。これについて古代史研究家の宇野正美氏も著書の中で次のように書いている。この神社のある責任ある立場の人が明言した。この神社で祀られていた豊受けの狼は古代イスラエルの神である。つまり最高神、いや一神教の神とは古代イスラエルの神だという。これはどういうことか。考えてみれば決して不自然なことではない。いろいろ名前がついていても、例えば雨の皆かの氏とは単に天の中心に住んでおられる神様の意味である。一方、宇賀の御霊の宇賀とは、神道辞典を調べると、日本の古い言葉で食物を意味するという。御霊は御霊だから、それは食物を与えてくださる霊なる神様という意味だ。また、豊受けの受けは、宇賀と同じで、やはり食物の意味。これは日本の古い言葉だというが、実はヘブル語、ヘブライ語でも、食物は受けという。同じなのである。それはともかく、
豊受けとは、食物を豊かに与えてくださる神様という意味になる。また国の常たちとは、国の中心に永遠に立っておられる神様という意味だ。つまり、これらの名はどれも固有名詞ではない。つまり太郎とか花子といった固有名とは違う。むしろ普通名詞、あるいはタイトル、称号のようなものだ。これはキリスト教徒にはよくわかるだろう。クリスチャンも天の中心に座しておられる神様と祈る。これは雨の御中の主の神である。また日々の糧を豊かに与えてくださる神様と祈る。これは豊受けの神、また浮かの御霊である。また国の中心で永遠に支配される神様と祈る。国の常たちの神である。またすべての大元なる神様と祈る。これは大元つ神、大元つ御霊の神である。つまりそれらは皆同じ神様なのだが、別の言い方で呼んでいるに過ぎない。その神とはもともと古代イスラエルの神ヤーウェであった。一神教は決して悪いものではない。ある人々は、日本は大らかな多神教だったから寛容でいろいろなものを受け入れた。一神教の世界は排他的で様々な宗教戦争があった。と述べて一神教を嫌う。しかし、本来の一神教は宗教戦争とは無関係である。世界で起こったいわゆる宗教戦争などを見てみると、大元の原因は宗教よりもむしろ政治的な対立だったことがわかる。また必ずしも多神教が寛容で宗教戦争がなかったとも言えない。戦争の背景は多神教だから、一神教だからということにあったわけではなく、むしろ人間的な思惑や政治的対立にあった。本来、宗教は戦争とは無関係である。日本古代の神道が一神教だったというのは、もともとの信仰がお一人の神に発したものだったということを示している。本当の神はお一人である。この神社に伝わる日本最古の系図は、豊受け、雨の御中の主、国の常たち、浮かの御霊などは、皆同じ神の別名であり、お一人の神だと述べる。8世紀以前の日本神道、つまり古事記や日本書紀が書かれる前の神道は、このように一神教だった。ところで、多くの人は神道は自然崇拝に始まり、少量信仰などを経て、矢をよろずの神を信じる、多神教の神道に発展していったと勝手に思っている。しかし証拠は古代日本の神道は一神教だったことを示しているのだ。これは古代神道がもともと日本にやってきた渡来人、イスラエル人たちによってもたらされたものだったからである。古代に渡来したイスラエル人たちによって日本に神道が始まった。実際、神道の風習や祭り、神社の構造、神官の服装、清きと汚れの思想、その他、様々なことが、古代イスラエル宗教に似ているのはそのためである。古代イスラエル人たちは自分たちの宗教を、神の道と呼んでいた。だからそれは日本で、神道と呼ばれたのである。古代神道の一神教の神は、古代イスラエル人たちの信じていた神、ヤーウェであった。大神道家、平田篤胤の弟子であった渡辺怒り丸は、その著、雨の御中主の神、公の中で、雨の御中主は聖書の言う神、ヤーウェであると唱えている。ヤーウェは
人間で言えば太郎や花子といった固有名と同じく神の固有名である。それに対し豊受け、雨の水の主、国の常たち、宇賀の御霊などはその神を表すさまざまな呼び名、称号に他ならなかった。それらは同じ神の別名であり、日本神道はもともと一神教的だったのである。だがやがて多神教になっていった。多くの人は宗教の発展に関し、はじめに少量信仰や多神教があり、後にそれが発展して廃一神教、多くの神々の中から一つだけ拝む教えや、一神教ないし唯一神教、ただ一人の神のみを拝むが生まれたと思っている。だがこれは実は考古学的な事実に反している。というのは世界各地において最初にあったのは一神教であった。例えば考古学上最も古い民族の一つであるシュメール人は、その文化の終わりに5000の神々を持っていたが、文化の始めにはただ一つ空の神がいただけだった。この空の神とは天の神のことである。有名なエジプトの考古学者フリンダース・ペトリー教も、エジプトの宗教も初めは一神教だったと述べている。オックスフォード大学のスティーブン・ラングドン博士はバビロニアで碑文を発見し、その研究から世界最古の宗教が何であったかについて言及している。それによると、その碑文は、人類最初の宗教は唯一神の信仰であって、そこから急速に多神教と偶像崇拝に傾いていったことを示していた。W. シュミット、W. コッペルスなどの有力な学者たちも、豊富な資料に基づき、一神教こそは、あらゆる原始的宗教の基本となるもので、これが後に堕落変形して、他の様々な宗教形態が生じたことを明らかにしている。実はこれと同様のことが日本でも起こった。すなわち、日本神道は元来、お一人の神を拝んでいたが、後にそれが様々な名前で呼ばれるようになり、諸種の神話と結びついて、別々の神々であるかのようになっていったのである。今から500年ほど前、吉田兼友が唱えた吉田神道という宗派がある。神道の歴史の中でもかなり中心的役割を果たしたものだが、吉田神道は、神道には古来の純粋な神道と仏教と集合した神道の2種があるとした。そして古来の純粋な神道は、天地の根源なる神、すなわち無始無終、常住公存、また絶対なる唯一神に発し、それを伝えるものとした。日本の矢尾万の神々は唯一神の権限に他ならないとも主張した。その唯一神は大元尊神と呼ばれ、豊受けの狼や国の常たちの御事、雨の水かぬしの神は同神異名、同じ神で名前が違うだけであるという。矢尾万の神々は大元尊神に起立するとしたのである。つまり元は一神教だったということである。そのため吉田神道は唯一神道、唯一草原神道などと呼ばれた。それは唯一神教の神道であった。吉田神道、唯一神道は戦国大名の中にも受け入れるものが多く、近世においても全国の神官のほとんどを傘下に収めるようになったほどだった。絶大な力を持ったか、その権威づけには強引さがあったために批判もされている。しかし、このように神道家の中にも、神道は本来は一神教だったと考える者たちが多かった。唯一神道の創始者、吉田兼友は、別名浦部兼友とも言う。彼の出身は浦部氏であった。浦部氏は中富氏に率いられて古代から神道祭祀の中枢にいた氏族である。それは古神道の姿を伝える氏族であった。その浦部氏に属する彼が
唯一神教の神道こそが本来の神道だと主張したことには重要な意味がある。ただし、彼の唯一神道は極めて不完全だった。もともと唯一神道はそれ以前の両部神道、仏教と集合した神道に対抗するものとして出てきたものである。唯一神道は神道の純粋性を追求し、神社に寺を設けず、社僧を置かなかった。その点では純粋性を追求したが、他の点では現行不一致の点が多かった。というのは、唯一神道と言いながら、あちこちに仏教や儒教の教えを混ぜ合わせ、そこには両部神道の影響と思われる部分も多分に残っていたのである。しかし、その後、元折宣長や平田篤胤などの大学者が現れた。彼らは両部神道や唯一神道の誤りを正そうとした。二人の説は互いに多少の違いはあったが対応は同じで、明治維新の前後には非常に盛んになった。各案の中には仏を捨て、寺を廃するところさえあり、仏法もほとんど危うく見えたほどだった。元折宣長や平田篤胤の働きも、古来の日本固有の神道に回帰しようとした運動であった。彼らの求めたのは純粋な神道、日本固有の神道の回復であった。しかしその後多くの変遷を経験し、必ずしも日本固有の神道の回復を果たせたわけではない。いずれにしても、神道の歴史を見ると、古来の日本固有の純粋な神道に立ち返ろうとする動きがたびたび起こったのである。その度に見えてきたのは、古来の日本固有の神道は、実は一神教だったということだった。実はこの古代神道の一神教を、あの聖徳太子、厩戸の王子も学んでいた。聖徳太子時代の神道は一神教だったからである。古代文書、仙台九字本義によれば、聖徳太子は中富の御家子、鎌足の父から、創建堂と呼ばれる一神教の神道を学んだという。創の字は大元の最も大切なの意味である。創建堂は最も大切な源流の神道の意味だ。それは、大元つ御霊の神を拝する一神教の神道だった。創建堂は、一の大神を伝える。これが、元つ御元の道である、と定義されている。一の大神とは、一神教の神である。聖徳太子の個人的信仰は、その一神教の神道に置かれていた。だから、太子は、仏教徒に対してはこう述べている。我が国は神の国であり、仏のもとは神である。仏の後も神である。日本は神道の国であり、神の国だから、仏教徒も神道を尊びなさいとの教えである。神道が基本ですよ、と彼は述べた。しかし、後に聖徳太子の死後、何十年も経ってから、仏教が大きな力を持つようになる。その時、聖徳太子も仏教の宣伝に利用されるようになった。そして、聖徳太子は仏教の大先生だったという作り話が語られるようになったのである。これについては中部大学の大山誠一教授の著書、聖徳太子の誕生などが明らかにしている。聖徳太子は仏教の大先生というのは後世の作り話だった。これについては当チャンネルの実在の聖徳太子はキリスト教徒だったをご覧いただければ幸いである。聖徳太子の個人的な信仰は一神教の神道にあった。聖徳太子よりも前、3、4世紀に有名な渡来人一族、畑氏、畑氏が日本に渡来するよりも前の神道は古代イスラエル人的な一神教の神道だった。しかし3、4世紀に畑氏一族が日本に渡来した。彼らは
かつて大陸や朝鮮半島で苦難を通らされ、安住の地を求めていた人々である。そういう中、日本の天皇が彼らを快く迎え入れてくれた。それで日本に大挙渡来することができたのである。彼ら旗打ち一族は天皇に感謝し、仕え、神道にも新しい風を吹き込んだ。彼らはもともとは古代イスラエル人であり、大陸で古代東方キリスト教に改宗した人々だったと言われている。彼らはその信仰を一神教だった日本の古代神道と融合させ、さらに全国に彼らの神社を作っていった。今日日本全国にある神社、約11万社のうち、最も多いのが八幡神社、8万神社で5万社近くある。次に多いのが稲荷神社で約4万社。これらだけでも全体の8割を占める。八幡神社、八幡神社と稲荷神社は共に旗氏が創建したものである。そしてそれらはもともと一神教の神道であった。例えば稲荷神社に古来稲荷の狼碑文というものがある。その中に明確に神道は一神教であると述べられている。これは碑文とあるが公開されていてネットでも見ることができる。稲荷の狼碑文。それ、神は唯一にして味方ちなし。虚にして霊あり、天地開けてこの方、国の徒たちの御事を拝し立てますれば、天につく玉、地につく玉、人に宿る玉、豊受けの神の流れを、浮かの御霊の御事となり入れたもう。このように、はっきり神は唯一にして、と述べられている。さらに、国の徒たち、日本書紀で最初に現れた神、豊受け、伊勢神宮外宮の祭神、浮かの御霊、稲荷神社の祭神はすべて同じ神の別名であって、唯一の神だとも述べている。実は、稲荷神社や八幡神社以外にも、旗師創建の神社は多い。例えば、松野神社の総本山である松野大社を創建したのは旗の鳥だった。松野大明神を主祭神とするのは日吉神社である。同じく、京都にある月読神社も旗師の創建による。こんぴら山で有名な琴平宮は、元の名を旗宮、すなわち旗宮といった。全国の白山神社や愛宕神社の信仰の対象である白山や愛宕山を開いたのは、旗の大長である。伊勢神宮の元伊勢と呼ばれる神社の大半は旗師の神社である。さらに、伊勢神宮の神官であった渡来氏の祖は、大枠後の御事、大旗主の御事とされ、やはり旗師である。要するに、日本の神社の大半は、その創建に旗師が深く関与していた。旗師が日本に渡来する前にも、神道は日本にあり、古神道として存在していたが、その古神道を発展させ、庶民に身近にしたのが旗師であった。実は旗師、旗氏以前の古神道は古代イスラエル的な一神教だった。しかし旗師はそれをキリスト教的な三位一体神を信じる一神教に変えていったのである。例えば旗師の神社である京都太秦の蚕の社に三柱鳥居と呼ばれるオブジェがある。これは鳥を三つ重ねた形の聖なる三脚だが、古代キリスト教徒の三位一体神信仰のシンボルであった。蚕の社の由緒書きには、ここは景教ネストリウス派キリスト教が渡来し、旗師と関連があったことの名残をとどめる遺跡として伝えられると記されている。ただし、この由緒書きには、景教ネストリウス派キリスト教と書かれているが、
これには少し誤解がある。ネストリウス派キリスト教とは431年以降のものである。その時、ネストリウス派キリスト教徒らはローマカトリック教会と決別し、東洋への伝道を開始したのだった。彼らは中国で慶教と呼ばれた。一方、ハタ氏はそれよりも前の2、3世紀くらいには中央アジアあたりでキリスト教徒になった人々と考えられている。だから両者は同じ東方キリスト教徒ではあるものの別のグループの人々である。それはともかく、ミハシラ・トリーは古代東方キリスト教徒、ハタ氏の信仰を表すものだった。実はこの京都のミハシラ・トリーと同じものが奈良の大神神社にもある。大神神社もハタ氏に深く関わっているが、大神神社の参道脇の大神崇敬会本部に、開古の社と全く同じ形の聖なる三脚がある。それ自体は最近作られたものだが、大神神社古来の信仰を表すものという。私がそこを尋ねると、その説明書きに、これは造花三神の三位一体を表すシンボルであるとあった。なんと、キリスト教用語を使って説明していた。その説明が最もぴったりするからだろうが、三位一体とはキリスト教用語である。この造花三神は古事記において一番最初に現れたとされる雨の御中の子、高見むすひ、寒むすひの三神である。その三位一体性を表すシンボルとして、この御柱鳥居がある。実は三角形を三位一体神のシンボルとするのは、初代教会以来のキリスト教徒たちの伝統であった。造花三神とは何だろうか。造花とは創造の意味である。それはもともと、ハタ氏や慶教徒たちが神による創造を表すときに使っていた言葉だった。実際、造花の語は、有名な慶教碑、大新慶教流行中国碑にも刻まれている。とこしえまでも存在する現存、神。この方は、真理をもって造花し、と慶教碑に記されている。造花の語はキリスト教用語だったのだ。この造花は日本の古事記の文中にも使われている。古事記の序に三神造花の始めとなり、すなわち三神が造花の始めとなったと記されている。また造花三神という概念は、江戸時代後期の神道学者平田篤胤以来、広く言われるようになった。そしてこの造花三神、雨の御中の子、高見むすひ、寒むすひは、次に見るように、実は、ハタ氏一族が信じていた古代東方キリスト教の三位一体神、つまり、天の主なる神、御父、御子イエスキリスト、聖霊、すなわち神の霊の別名なのである。キリスト教の三位一体の神とは、御父ヤーウェ、あるいはエホバ、御子イエス、御霊。御霊とは聖霊、神の霊である。これら三者が一体の神だという教えである。これは唯一の神のうちに三つの御人格、あるいはペルソナがあり、三つの神格があるが、存在や本質において、それらは一体で唯一の神となっているという信仰である。これは例えば光の三原色にも似ている。光の三原色は赤、青、緑であり、光はそれら三色に分かれるが、それら三色は一つの光である。カラーテレビはこの原理を応用し、それら三つの色を様々に組み合わせて、いろいろな色の光を作り出している。神は光のような方であると聖書に書かれている。
三位一体という言葉自体は聖書にはない。しかし神の三位一体は聖書のあちこちに示された聖書的真理とされている。神は御父、御子、御霊の三者だが、三者は一体であり、唯一の神だと聖書は教えている。つまり三位一体とは、三神論ではなく、唯一神教である。一方、日本神道でいう造花三神は、雨の御中の主、高見むすひ、かむむすひである。古事記には、これら三神に関して詳しいことは記されていない。しかし、宇宙を主宰し、宇宙の根源力として存在し、姿形なく、死ぬことなく、永遠に生きている神と言われる。それは多分に、キリスト教の三位一体神に似ている。というより、実は、この教えはもともと、古代東方キリスト教の三位一体神信仰から来たものだった。雨の御中の主から見てみよう。この神の名は、雨の御中主の神と書くから、聖書でいう天の中心におられる主なる神、天の父なる神、ヤウェによく似ている。大神道学者平田篤胤は、天地万物に体現高祖神が存在し、その名を雨の御中主の神と称すといい、その神は始めなく終わりもなく、天上にあって天地万物を生じる徳を持ち、万有を主宰していると説いている。この雨の御中主の性格は、聖書の言う主なる神、ヤーウェの性格そのままである。では、二番目の高みむすひ、三番目のかむむすひは、どのような神か。一般に、神道家の間では、むすひは、霊力を生ずるの意味であると言われている。だが、その語源は不明である。しかし、霊を注ぐの意味のヘブルアラム語、ムシュハが語源ではないか。またはその関連語のマシャハならば、それはメシア、霊を注がれた者、救い主の意味である。そして高みむすひは、神道家の間では、雨の御中主の御子と理解されている。雨の御中主の神と高み結びの御子とは、歴史的には親子のご関係にあらせられることは、古事記、その他、古典の内容によって察せられるところである。現世の神の御子としての高み結びの御子の神を祀る古社が、色心名帳に見えている、と天部義貞宮司は書いている。すなわち、高み結びは雨の御中主の御子である。これはキリスト教で言えば、神の御子、イエス・キリストに相当する。また、高み結びの意味に関し、古事記には特にこれといった説明はない。しかし、もし高み結び、高結びとも言うが、ヘブルアラム語の高マシャハから来たものであるなら、それはメシアなる仲介者の意味である。それは神と人の間の仲介者、救い主なるイエス・キリストを意味する。イエス・キリストを表す呼び名としてこれ以上ぴったりした言葉はないだろう。一方、三番目のカムムスヒについて平凡社の世界大百科辞典はこう述べる。高みムスヒが支配者側に属するのに対して、この神は地上の神々の中に息づいている。すなわち、カムムスヒはキリスト教で言えば聖霊に性格が似ている。聖霊も父なる神から地上の信者たちに使わされた霊なのである。聖霊は信者に霊を注ぐ。また、カムムスヒがもしヘブルアラム語のカムムシュハーから来たものであるなら、それは霊を注ぐ資源者を意味する。すなわち、聖霊である。したがって、造花三神のそれぞれは、キリスト教の三位一体神のそれぞれによく似ていることがわかる。
雨の御中の主は父なる神ヤーウェ。高み蒸す日は御子イエス。かむ蒸す日は聖霊に相当する。また日本語の神はヘブルアラム語のカムから来た言葉とすれば、資源者の意味である。イスラエルアリエル大学のアビグドール・シャハン教授もそう書いている。また雨の御中の主の主もヘブルアラム語のナシ、主人、主長という意味に発音と意味がよく似ている。このように古代神道の増加三神はもともと二十歳の古代東方キリスト教の三位一体神であった。古事記に書かれた増加三神は三位一体神信仰の名残なのである。今日の神道家の中には増加三神とは三位一体ではなく三位三体、つまり別々の神々であると考えている人々もいる。しかし二十歳系の神道においてはそれはもともと三位一体神であった。つまり御柱鳥居に見られるように一体の神だった。実は日本の神社は昔どこも三位一体神を拝んでいた。例えば2000年4月、出雲大社の境内から古代神殿の跡が確認された。その御神体は真の御柱と呼ばれる聖なる柱で、三本一束の構造になっていた。柱は神道では神を表すシンボルである。神を数えるとき、一柱の神、二柱の神と神道では数える。三本一束の真の御柱は三位一体の神を表している。つまり、出雲大社でも三位一体神である増加三神を拝んでいたのである。先に見た御柱鳥居にしても、三本の柱を立てて一つのオブジェとし、三位一体なる増加三神を拝むものであったから、思想的に三本一束の真の御柱と同じものである。神社は実はどこも昔は三位一体の唯一神を拝んでいたのである。日本の神社の頂点に立つあの伊勢神宮にも真の御柱がある。一般の人には公開されていないが、それも三本一束の柱ではないかと言われている。実際古代に記された仙台九字本義大成経には、それは三本一束と記されているのだ。伊勢神宮の創建にも二十歳が深く関わっている。伊勢神宮でも三位一体の神が拝まれていたであろう。古代日本の三位一体神信仰については松山隆義という国学者が次のように述べている。彼は幕末の志士で平田篤胤の子鉄胤に師事し、京都の由緒ある白川家学館で学んだ国学者であった。その著神道起源において松山隆義はこう述べている。神という言葉はもともと霊名の意から出て、異霊と思うものを神と称した。だから神といっても真の神もあれば人もあり、牧石金獣もあった。上古の歴史を紐解けばその大半は神の字で埋められているが、上代の人はその区別をよく知っていたから惑うことはなかった。崇拝するところの神は天地の主催者なる増加の神に限っていたのである。増加三神は功徳を分けて呼んだだけであって、その実は一神である。つまりいろいろ神と呼ばれるものはあっても、拝むべき神は増加三神であり、この増加三神は三位一体の神だと述べているのである。古代日本の神道はもともと一神教であった。それは三位一体神を信じる古代キリスト教的な神道だったのである。